テキサス州のケンパクストン司法長官は不法移民の強制送還を100日間凍結することはテキサス州と国土安全保障省 DHS が合意した協定に違反すると述べていますこの凍結措置は国境警備にあたる当局の手を縛るものであり国境に接するテキサス州は難題に直面するでしょう数多くの重犯罪者がテキサス州の町々に解き放たれるだろうし 州政府は巨額の出費を強いられるでしょうアーサー氏は、市民権取得プロセスの短縮へ向けた新たな法案が議会で可決されるように、バイデン政権が急増する越境移民を防ぐべく、最善を尽くすことを期待すると述べています。しかし、同氏は強制送還凍結が、ほぼ間違いなく不法入国の企てを助長するだろうと述べています。 特定日以降に入国した人をまず先に送還すると言っていますが、ひとたびアメリカに入国してしまった人がいつ入国したかなんて、移民税関執行局アイスが見極めることは現実には不可能です。特定日以前に入国したと申告すれば、簡単にアメリカに残留できることになってしまいます。 国土安全保障省の声明によれば強制送還凍結の目的は公正かつ効果的な難民庇護手続きを再構築し国家公衆国境の安全に対する脅威に対処することであるといいます実はこれらはトランプ前政権の優先事項でしただからなぜバイデン政権が昔のオバマ元政権の指針に戻るのか分かりにくい部分があります オバマ元政権の指針はさまざまな点で実は移民税関執行局を厳しく制限するものですテキサス州の司法長官によれば強制送還凍結という一斉停止措置はもしそれが阻止されなければ将来議会の承認を経ずに移民法を改定する抜け道をバイデン政権に与えるかもしれません テキサス州のグレッグアボット知事がすでに司法長官の訴えに支持を表明しています。ntd ニュースのモリーナワイスカップがお伝えしました。